軽貨経過者は1926年に輸入、1927年から国産化された鉄道省の事業用化車である。製造時は企業0系であった。駅や操車場構内を除雪するための広幅行きか記者として1926年にアメリカ合衆国のジョルダン車から2両を輸入し、これを参考に鉄道省は 部内の工場で広幅雪かき車の国産化を開始した。登場時は雪400系の形式が付与され、1928年の車両称号を規定改正でき400型となった。さらに1941年3月の称号改正でき700と解消された。雪400型として15両、木700型への解消後に9両の計24両が製造されている。 アメリカから輸入した2両は、大枠の端部に、前隙、中央部には、雪かき翼とそれを開閉する空気シリンダやタンクを、備えるのみの簡素な構造だったが、国産化した機402以降の車両では、前方の確認や、機器の操作を行う木造の乗務員室が備えられ、輸入車も、同様に改造された。さらに戦後製の十721、百723、 では、乗務員室を構成化し、戦前製の木造乗務員室を備えた車両も、昭和30年代までに交代化された。なお、木造時代の乗務員室は、前面が折り爪型になっているもの、側面に出窓を備えたものも存在していたが、交代化で、前面に前窓の切り妻型に統一され、昭和40年代以降は後部に、機器室が増設された。また、 初期の製造分は前面に前隙を備えるのみであったが、製造途中から開閉式の延べ隙と補助翼が取り付けられより除雪能力を高めている。雪かき翼は左右どちらでも除雪でき、最大除雪幅は5.5メートル。前頭が直立しているため、除雪速度は遅めである。全長11,350ミリメートル、時長35.3トン。台車は、 TR20 だが、戦後製造分は TR41 となり、戦前型でも乾燥した車両がある。図色は黒であるが、1968年10月ダイヤ改正においては、最高速度時速 65km 未満の貨車であるため、速度制限運用車に指定され、側面に、それを示す木1号の帯が入った。1979年から1983年に、 かけて8両が苗木工場にて近代化改造工事を受けた。改造に際しては台車を時に万5000系の廃車発生品に交換、翼の駆動を油圧式とし、車体はディーゼルエンジンを積んだ箱型のものとなった。近代化改造された車両は750番台に改版された。本形式は北海道地区、本州でも大宇本線と新潟地区で使用されたが、 除雪用モーターカーや d d 1 5系で15型などが装備されるとこれらが校内の除雪にも使用されるようになり本形式は老朽化も相まって次第に使用されなくなる一方近代化した750番台は0百系の地間用途で逆に本線でも使用されている1987年4月の国鉄分割民営化に際しては4両が 北海道旅客鉄道に継承されたが、1993年8月27日に最後まで在籍した2両が廃車になり、形式消滅した。ありがとうございます。